プレミアムスニーカー牽引している2ブランドに来てもらいました。あら、このスーパーヴィンテージっていうモデル、すごい今回よく見たらこう紐のところにもそうです、ね、そうついてるんですよ、はい、なんかレザーって硬くて足が痛くなるイメージありますけど、ね、めちゃくちゃ柔らかい、プレミアムスニーカーでお揃いなんてしちゃって、はい、そうなんです、そうですね、いいですね、はい、皆さんこんばんは、プレスルームの山口さやかです。森さん今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、早速いきます、はい、プレミアムスニーカーご紹介するんですけども、はい、プレミアムスニーカーって何だか分かりますか？分からなかったんですけどもはい、はい、ちょっと勉強してきまして、 ありがとうございます。11月に伊勢丹メンズさんでバババッといろいろなブランドをご紹介させていただいて、はい、多分その動画をご覧になっていただいたと思うんですけども、はい、見ました、はい、すごく好評で、うん、また今年の3月に好評の動画からデイトさんっていうブランドが飛び出して、うん、はい、デイトさんだけの回をやらせていただいたんですけども、うんうん、それまた大好評いただいたみたいで、はい、今回は、なんと、はい、プレミアムスニーカー多分牽引している2ブランドに来てもらいました。あら、なんて豪華な、はい、豪華です、まずはオートリーの、トヨタ貿易からいらっしゃいました長谷川さん、よろしくお願いします。長谷川です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボイルブランシェ小箱さんから来ました、園田さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2大ブランドが、はい、はい、2大ブランドが、はい、コラボしちゃっていいんですね。もうコラボでいいですね、仲良く。そうですね、はい、大丈夫ですじゃあ、まあ、早速なんで伊勢丹メンズの動画の反響などを踏まえてちょっとブランドのご紹介だったり、はい、今回お持ちいただいたおすすめのスニーカーご紹介、はい、長谷川さんからお願いしてもよろしいでしょうか、はい、かしこまりました、はい。オートリーのブランドはですね、1982年にアメリカのテキサス・ダラスでスタートしたコート系のスニーカーブランドとなります。今はですね、ライフスタイルウェアブランドというふうに歌い方をちょっと変えまして、2019年頃休眠を経てまた復活したブランドになっております。で、オートリーはですね、イタリアのディレクションが入ってるということもありまして、アメリカ国旗がついてるブランドなんですけれども、スタイリング的にはヨーロッパらしいこうカジュアルなスタイリングに使われていることが非常に多いんですけれども、前回はすごくエントリーモデル、レザーレザーのモデルですとか、はい、ゴートモデルというのをモノトーンでご紹介いただきましたので、今日はですね、5月の15日から、はい、28日まで伊勢丹新宿メンズ地下1階ですね、シューズラボのプロモーションステージで、ご用意させていただくメダリストのバリエーションをご用意できればなと思っております。オートリーといえばメダリストなんですか？オートリーといえばもうメダリストです。メダリスト、はい、モデル自体はもともとコート系のテニスシューズがベースになっているモデルからスタートしているのですが、当時のものからは少しこうデザインは変わってるんですけれども、今まあメダリストというモデルがオートリーの中ではもう要のモデルになってまして、そのモデルを中心としたクラスといいますかラインがちょっとこう分かれております。はい、前回動画に出たのがエントリーモデル、はい、一番こうベーシックなオートリーといえばというモデルなんですけれども、今日ご用意させていただいたのが、はい、そちらよりもちょっとこうプライス的にも、うん、スタイリング的にもまたこう一角二角上がってくるようなものになってるんですけれども、前回プレミアムがよりプレミアムになったんですか？はい、そうですね特別感付加価値がいろいろついたのでご用意させていただいてるんですけれども、ね、まずちょっと初めにご案内したいのが、はい、こちらのモデル、前回オールホワイトのモデルだったんですが、そちらをこうコンビホワイトバイカラーっていう略で WB モデルっていう風にオートリーの方では歌ってるんですけれども、値段がですね3万1000円のモデルになっていまして、すごくこうトレンド性ですとか足元にこうポイントを置きたい方っていうのがおすすめのモデルになってます。で続いてですね、まあ、こちらのこういうコンビのモデルがありながら革質ですとか、はい、コンサバティブなシンプルイズベストなモデルなんですけど、ご用意しているのがこちらのオープンモデル、これメダリストベースなんですけれども、よりこうテニスをちょっとテーマにしたモデルになってるんですが、うん、革質ですとかこのロゴですね、ちょっと先ほどのものはアメリカ国旗ですとかカラーロゴがしっかり入ってるんですけれども、うんうんうん、そちらのこうデザインは残しつつ、なるほど、すごくシンプルにしたモデルになってます。いいですね、はい、
つま先もこうスウェードの切り替えなので、はい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 、少しそういったところでもこう素材感が出てくる。これも一緒ですか。はい、あの色違いになってます。オートリーはあの日焼けしたこのヴィンテージムードのソールと紐が結構ポイントになるんですけれども、うん、はいはい、こちらのモデルに関してはまずつま先のこのスウェード使いっていうところが、まあ、色がちょっと若干違いまして、グレーとベージュ。そうですね、グレーとベージュでして、うん、あとこのサイドのロゴですね、はい、こちらもホワイトベースのものと、こういうちょっとベージュっぽいカフェ、そうですね、モカっぽい、あとかかともですね、ちょっとそれに合わせて変えた。で、一番違うのは実はこのシューレースが結構違うんで、こちらはもうあの通常のメダリストにも通ってる紐なんですけど、はいはい、これだけ唯一こういう真っ白の紐がついてることで、よりこうクリーンな感じ、ただこう素材ですとかちょっと色がポイントポイントで入ることで、すごく足元のスタイリングっていうのがよりこう格上げになるモデル。合わせやすそうですね。そうですね、うん、はい、こちらが3万6000円なんで、またちょっとこうプライスとしてもあのグレードが少し上がるモデルになってます。なるほど。で、最も手が込んでるモデルとしてはこのスーパーヴィンテージっていうモデル。ところどころに、そうですね、気になるものがありますけど、ね、ちょっとこう女性目線で見てなんかこう、はい、汚れてるみたいなふうに思われてしまうかもしれないんですけれども、はい、こちらがイタリアの方で職人さんがこう一つずつ手作業で書き込んだような味を出す加工をあえてこう加えてるスーパーヴィンテージというモデルになってます。すごい細かい、よく見たらこう紐のところにも当たり出てますね。はい、確か、はい、すごい。結構炙ったりですとか、ヤスリをかけて擦ったりですとか、まあ、そういうのをしているんですけど、やっぱりまあ今の時代的にも長くこう愛用したものとか愛着持ったものってなんかエコですしかっこいいみたいなちょっと考え方もあって、少しそういったところにオートリーの こだわりも出てるかなと思います。確かに味が出てますね、はい、でこれをあえてこうきれいめなスタイリングの足元にちょっと1個セットしていただいたりとか、ちょっと黒男好みかもしれないんですけれども、はいはいはい、あの2な合わせがこうしていただけるモデルとして、うん、このモデル自体がやっぱりあの手間がすごくかかるので、はい、なかなか国内でこう取り扱い店がまあ少なく流通数も少ないんですが、今回特別に全部で6色ですかね、はい、イベントではこれ以外のカラーも当然ご用意させていただけるんで、他のカラーも気になりますね、どんな感じなのか、はい、これ結構今日一番おとなしいやつ持ってきました。そうなんですね、はい、こちらが今回ご用意しているのが4万5000円の税抜きのプライスですね、はいはい、一番こうグレードの高いオートリーのメダリストモデルになってます、はい、ありがとうございます。全部メダリスト、はい、全部メダリストなんです。伊勢丹メンズに行って、はい、メダリストくださいって言えば、はい、いろいろご紹介してくれるんです。そうですね、スタッフの方からご提案させていただいたり、はい、あのお客様に合ったこうスタイリングにこうぴったりな一足っていうのが、うん、これだけ同じ形で安心感があるんですけれども、はい、素材ですとかカラーでバリエーションがこう変わってくるっていうのは楽しみの一つでもあるかなと思いますので、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、 ありがとうございます。じゃあ続いて園田さん、はい、お待たせしました、はい、いえいえ、どうも。オートリーどうでした？まさかの。いや、そうですね、いや全然あの仲良しなんで、そうですよね、全然大丈夫なんですが、気になるモデルとかありました？そうですね、やっぱりあの職人さんのやっぱりフィニッシュが効いてるモデルとかはちょっと面白いなと思いながら、はい、まあオートリーさんがすごいコートタイプ、はい、ベースで、はい、まあ、打ち出しの方をされている中、ボイルブランシェやっぱ強みのところでは、はい、ベーシックなランニング型ベースがベースになってるっていうスニーカーにはなってます。もともとはそのヨットセーリングっていうのがインスピレーションの中にあって、そこで履くライトスニーカーを作ったところから2004年に発足した。前回の YouTube、はい、川見さんの方で紹介していただいたような、はい、一番新しいクォークハイプっていうモデルのレザーバージョンがすごい人気がありまして、はい、ご好評を得たっていうところで、あの満を持してあのボイルブランシェのアイコンのモデルを今日、はい、紹介させていただこうと思います。なるほど、じゃあ BR 初登場ですね。そうですね、はい、一番最初にピッティ・ウォーモっていう、はい、あのトレードショーの方でコレクションの方をお披露目していく中で、はい、まあ、ボイルブランシェとしては、まあ、ずっとやっているアイコンのモデルのその中の一つのリアムパワーっていうモデルが今回ご紹介させていただこう。リアムパワー、リアムパワー、リアムパワー、はい、日本国内の方では2017年ぐらいからずっとやっているモデルで、はいはいはい、それの新作のこういったパイル地を張った春夏仕様のモデルであったりとか、いいですね、ちょっとこうライトなサンドベージュのモデルとか、うん、こういうちょっとブルー系のモデルとか、うん、春夏仕様に向けた新作の方のご紹介もしながら、はい、ただ伊勢丹さんでは一番いつもまあ評判がいいこういうレザーのモデルっていうのを、はい、ちょっと見せてもらっていいですか、はい、
どうぞ。かっこいい。かっこいいですね、はい、使っているその素材に関しても、うん、クラシックなレザーシューズに使われるようなイタリアンカーフっていう柔らかいレザーを使ってます。ライニングも全部レザー張りになっているので、はいはいはい、あの足なじみも出てきて、ね、はい、そうですね、うん、レーザーになってる。わ、本当だ。そうですね、 2,3 度やっぱり測れると足にこうキュッとフィットしてくるような。なのであのやっぱりこう伊勢丹さんとかのその紳士靴売り場で、はい、やっぱ革靴が好きなお客さんとかでも履いてもらって、はい、育てていただくような、ね、なんかレザーって硬くて足が痛くなるイメージありますけど、ね、めちゃくちゃ柔らかい、履きやすそうですね、うん、前あの紹介させていただいたクォークハイプのモデルよりはちょっとこうクリーンで、ソールに関してもちょっとこうシンプルなベーシックな EVA というクッション性のあるソールをつけていますので、歩きやすくて履きやすいモデルになっています。紐、うん、がポイントでね。そうですね、かわいいですね、紐、ね、はい、ブランドのロゴデザインの入ったシューレースと、はい、まあ、よりこうオンでもオフでも使いやすいよっていう提案としては、うん、今持たれているこういうちょっと、うん、ね、はい、無地の替え紐とかに変えていただくと、よりこう使いやすさ、確かに、ね、合わせやすさも出ていけるようなスニーカーとなっております。あとファッションに、ね、合わせて紐も、ね、変えてもいいですし、うん、どうですか長谷川さん、はい、レザーのこう使い方が、はいはい、オートリーもあの同じく実はイタリアンレザーなんですけど、はいはいはい、ちょっとやっぱり全然表現が違うなと思いましたのと、うんうん、オートリーでもランニングモデルというのは実は新しい登場としてモデルあるんですけれども、はいはいはい、またちょっとやっぱり全然コートとランニングっていうのでこう違うスニーカーのスタイルとしては真逆にあるところなんで、ちょっと興味、ね、ありますね。いや、ありますよ、ね、ありがとうございます。なんか製品としてのすごく作りが、うんうんうん、はい、ソノさんあれですよね、はい、伊勢丹さんでもプロモーションやるんですよね。あ、そうですね、はい、ウォイルブランシェのポップアップに関しては5月29日から6月11日までの2週間、メンズ館地下1階の紳士靴売り場の方で開催いたします。内容としてはまあ普段から国内随一、まあ、一番のラインナップを伊勢丹さんでは展開しているんですが、それより以上のモアバリエーションも入れながら、はい、展開の方をさせていただきま す、ね、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、スニーカー履く人どうですか。そうですね、私あのスポーツの仕事をしているので。そうですね、はい、スニーカーを履くこと多いんですけれども、うん、服装はやっぱりきれいめの服装が多くて、スニーカー合わせるってなるとどうしてもスポーツブランドだとちょっとなんかラフになりやすい、うんうん、うんって思ってたんですけど、なんかプレミアムスニーカーすごいいいなって思いました、うんうんね、そうなんですよ、うん、上品に仕上げてくれる、上品に仕上がるし、やっぱりスニーカーっていろいろあるじゃないですか、はい、例えば、スポーツ系のブランドから、はい、バンズ、コンバース、はい、クラシックなあのスニーカーで、はたまたハイブランドの例えばバレンシアガとか有名だと思うんですけど、はい、出してると思うんですけども、はい、このプレミアムスニーカーのゾーンって、はい、あのすごい幅広くフォロー、はい、うん、できるなと思っていて、大人になりにつれてきれいめなスタイルをすることが多くなるんで、うん、はい、やっぱりこういうスニーカーは大人になってから履きたいですし、うん、もちろん若い人でもね全然履けるスニーカーだと思うので、うん、多分これスーツにスニーカーでもね、はい、いけますよね、うん、そうですね、うん、まさにもうこのレザーのモデルとかもそういった提案で、うん、はい、させていただいているところも、ね、はい、ありますね、うん、そんな男性どうですか。いや私結構あの、うん、そのカジュアルと綺麗めを、うん、あのうまく組み合わせてる人にすごく魅力を感じるんですよ、うん、足元のおしゃれ、うん、そういうところで楽しんでる人ってすごい素敵だなと思うので、うん、なんかこう見てもいろんなスタイルができるじゃないですか、うんうん、なんかすごくいいなと思って。いいですね、はい、中でも気になったのはどれですか。まず、うん、これあーなるほど、ね、すごいな、その細かいところまでこうされてるのが、うん、はい、すごいおしゃれだなと思って。なるほど。いろんな色がまだあるんですよね。はい、そうですね。それがすごく気になりました。そうだね。はい。ちなみに今履かれているのは、あ、そうですね。今履いてるのも同じモデルです。オレンジ、はい、かわいい。これちょっと一個前のシーズンなんですけど、オレンジとオリーブ。これ加工がちょっと弱いかもしれないんですけど、全部加工でこういう黄ばんだり日焼けしたりとか、ちょっと炙ってロゴが薄くなってたりとかしてるモデルになってますね。なるほどね。はい。で、あの今回ちょっとすいません、追加での、ご紹介であれなんですけど、はい、5月の15日から21日まで、はい、伊勢丹新宿本館2階のですね、ウィメンズ側のシューズプロモーションの場所でも、はい、あのウィメンズモデルを
実は集めた回をご用意していて、サーヤン行かなきゃ、はい、すいません、ちょっとどこでお伝えしようかなと思ってて、すいませんメンズ館の方が2週間期間いただきましてご用意しているのと、ウィーメンズの方も本館にてご用意していて、当然ウィーメンズもすごくバリエーション豊富にご用意していますので、ペアの方は行き来していただいたりとか、 そ、ね、はい、それぞれ見ていただくのがまたそれは楽しいかなと思います。いいですね、なんかプレミアムスニーカーでお揃いなんてしちゃって、はい、そうなんだ、そうですね、いいですね、はい、デートの時もそうだったんですけど、レディースから売れていきますよね。そうですね、うん、やっぱり女性ちょっとこうキャッチがすごく早いというか、取り入れるのも早いし上手ですよね、うん、そうなんですよ、はい、だからサーヤもぜひね早めにキャッチしてください。はい、ちょっと早めに亡くなる前に早めに行こうと思うので、はい、はい、うん、いいと思います。はい、ボイルブ、私すごいここナイロン、うん、部分ですか、はい、そうですね、なんかこう横から見るとなんかそういうところまでちゃんとこだわりがしっかりあって、うん、なんかすっごくおしゃれだなと思って、うん、なるほど、ありがとうございます。履きやすそう、はい、ナイロンに関しては、はい、まあ、イタリア産のちょっと特殊ナイロンを今使ってまして、もともとボイルブランシェっていうブランド名も白い穂っていう意味なんですよ、でフランス語にはなるんですが、もともとはその白い穂っていう穂がヨットの穂の方の意味合いになってまして、うんうん、じゃあちょっとなんかこういうところは、そうなんですよ、今はちょっと違うんですけど、はい、昔はヨットの方の素材のナイロン、ダクロンっていう素材なんですけど、まあ、それを使ってローンチさせたのがボイルブランシェ、なるほどね、そうなんですね、だから今使ってるのはそのヨットの方のナイロンのダクロン以上にいい素材のナイロンを使っています。一応まあナイロンに関してもそのライニングでこう貼ってるパイル地に関しても全部イタリアの素材をにこだわって作ってるので、まあそういったこだわりをちょっと見せてるスニーカーなので、はい、おしゃれ。これはレディースないんですか？これはねレディースレディースはちょっとデザインチームがまた別にありまして、もちろん本館2階でも常設で展開させていただいております。はい、厚底のモデルであったり、うん、スターのグリッターが模様されたモデルであったりとか、はいはいはい、スタッツがヒールカップについてたりとかするモデルが人気なので、メンズに関しては結構トラッドでコンサバティブなモデルが多いんですが、うんうん、レディースに関してはちょっとこうデザインが効いてて、そうですね、はい、ファッション性が高い、あ、そうですね、もしよろしければオートリーさんがポップアップついでについでになんて常設でいつでも置いてありますので、ね、今日の帰り寄らせていただきます。よろしくお願いいたしますもちろんポップアップも行ってほしいんですけども、はい、BR オンラインには、はい、BR モールっていうたくさんのショップがあるんですけども、うんうん、そこに伊勢丹メンズさんも入っていただいてるんです。なのでこちらの商品BR モールでもチェックできるので、そうなんですね、はい、ぜひチェックしていただきたいですね。サーヤンおすすめもいいですし、やっぱり僕はこのこれとこっちの白がやっぱり清潔感があって、確かに後ろの清潔感もね、 ね、いいですよね、いいかなと思います。いやおしゃれ、はい、ぜひ BR オンラインでもチェックしてみてください、はい、今回の動画は以上になります。ゲストの長谷川さん、角田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。これからも大人のファッションやライフスタイルを紹介していきます。次回の配信もお楽しみに。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちらです。